皆さんようこそ。おはようございます、こんにちは、こんばんは。どちらにいらっしゃるか分かりませんけれども、ご挨拶申し上げます。皆さんどんどん参加中だと思います。日本だけでなく他の地域からも参加してくださっていると思いますので、2020年度のウェブナーシリーズにようこそ参加いただきありがとうございます。越境する日本型教育の歴史的多角的理解に向けてというシリーズですけれども、高山啓太と申します。京大大学院教育学研究科グローバル教育展開オフィス長を務めております。今回が実は第6回ということで、9回予定しているわけですけれども、2020年最後となります。今回お招きしているのはアメリカのミルズカレッジのキャサリン・ルイス教授であります。日本の考え方を、問題解決、そしてまた授業研究というものをアメリカ都市部の学校における算数の学習支援としてどのように使っているかということをご紹介いただきます。ただキャサリンを紹介する前に、あと10分ほどちょっとお時間をいただきます。まずは皆さんご参加いただき誠にありがとうございます。もうレギュラーとして参加いただいている方も多いかと思います。グローバル教育展開オフィスにおきましてもいろいろあった年であります。やはり国際的な教育研究計画を数多く中止しなければならなかったということもありました。しかしこのウェビナーシリーズの成功というのはプラスの成果ということで、予想以上でありました。パンデミックによる危機的な状況の中で明るいものでありました。日本各地からだけでなく、世界各地からも参加していただいているということをとても嬉しく思います。皆さんの関心とご支援なしには実現しなかったので、お礼申し上げます。2021年に向けて、あと3回、1月、2月、3月と予定しておりますけれども、同じレクチャーシリーズの一環でありまして、その後4月以降、新しいセミナーシリーズを始めます。近く発表させていただく予定ですけれども、引き続き参加いただき、支援いただければありがたく思います。また、最初の2つのレクチャーのビデオがウェブサイト上でご覧いただけるようになりました。残りの部分に関しましても、近々アップロードの予定です。したがって過去のウェビナーシリーズ参加できてなかった場合にはウェブサイトをチェックしてみてください。本日のレクチャーのテーマは授業研究、英語ですとレッスンスタディーズですけれども、1ヶ月前のレクチャーのゲストは韓国のキョンヒ大学のユル・クアン・スン教授でした。先生は佐藤学の学びの共同体の考え方が韓国の進歩派の教育家によってどのように取り入れられたのか、極真スクール運動についてご紹介くださいました。教師主導型の共同学習というのが佐藤学の学びの共同体の中心を成しておりますけれども、それが韓国の草の根学校改革運動に取り込まれたということをご紹介くださいました。本日我々が目を向けるのが日本の授業研究のアメリカへの輸入ということです。で、ここで重要なことはアメリカの授業研究において何が起きたのかということ、特にいかに米国の教育者、研究者たちがそれをどのように理解し実践してきたのかということであります。なぜならばその米国の経験にのっとって日本の授業研究というものがグローバル化したということが言えるからです。すなわち多くの国における教育者、そしてまた研究者はアメリカの経験から授業研究について学んだということです。少なくとも初めの段階においてはそうでありました。日本からの英語版の出版物というものが出る前はアメリカから学んだということです。別の言い方をしますと、日本の授業研究がグローバルに広がったというのは主に当時アメリカの経験を通じてそれがグローバルに広がっていたと言えるわけです。今日日本の授業研究は本当にグローバルになっています。ですからもはや日本型ということさえふさわしくないのかもわかりません。
なぜならば、もうすでに多くの各国で根付いているからです。授業研究の国際学会であります、ワールドアソシエーション・オブ・レッスン・スタディーズという団体さえ2006年に生まれております。キャサリンは、バイスプレゼントとして現在、役目を果たしておられますけれども、ご覧いただきますように、日本というのはどこにも、そのタイトルの中にはありません。日本の授業研究が、日本、初であるということを認識しないまま皆さんが実践していらっしゃるという状況があります。したがって日本の授業研究が国境を越えてグローバルモデルとしてベストプラクティス化されているということ、その始まり、きっかけとなったのが米国であるということです。興味深いことに、この授業研究に対するグローバルな展開というのは、日本にも影響を与えておりまして、日本の教育にも影響を与えているということです。授業研究というのは今や日本型教育の主たる特徴として認識されておりまして、文科省の中でエデュポート日本というスキームがありますけれども、これは日本型の教育を海外に展開していこうとする試みであります。ですから、授業研究もその一環として、後発途上国においては教育を発展させていくためのサポートとなっているということで、日本の教育の伝統として授業研究が認められているわけですけれども、しかし重要なことは、そのような自己認識というのが生まれたのは、それはアメリカにまずそれが移り、そしてそこから国際的な評判につながってからの話であります。ここではっきりわかることは、どのような形で、日本的と思われていたものが、いかに国境を越えた経験によって、広がっていったかということであります。日本の授業研究は当初アメリカで取り込まれたということで、それがアメリカの研究者によって初めて発見されたというのは、有名な著書であります、Teaching Gap という本がジェームス・スティグラーとジェームス・ヒバートによって1999年に書かれておりますけれども、それが2009年にペーパーバッグになりました。で、その本によりまして国際的な認識が高まったということです。しかし、キャサリンの著作もありまして、事業研究に関する彼女の著作というのは、1年それに先立つ形で出ております。共著者として日本型の事業研究について、スペンサーファウンデーションの助成を受けて研究が発表されております。出たのは1998年ということで、ティーチングギャップに先立つこと1年であります。それ以来、キャサリンは、いわば、アメリカにおける授業研究の主たる提唱者となっているということであります。キャサリンは非常に重要な役割を果たしてこられたということで、オークランド、サンフランシスコ、シカゴといったアメリカの学区において、授業研究を導入してくる上で重要な役割を果たしました。そして、秋葉元子、クレア・ファルナンデスといった他の提唱者と共に授業研究が展開されることによりまして、アメリカでは現在少なくとも1500校によってそういったものが導入されております。今日はキャサリンの方から最新の研究についてご紹介くださいます。算数という観点からアメリカの都市部の学校の生徒のパフォーマンスにどれだけそれが貢献しているのか、劇的な形で学力がどのように上がっているのかということをご紹介くださいます。本日ご紹介くださることは数多くが未公表のものでありますので、とても貴重な機会だと思っております。キャサリンはミルズカレッジのリサーチプロフェッサーであります。カリフォルニアのオークランドです。
Educating Hearts and Minds, Reflection on Japanese Preschool and Elementary Education という本を1995年に出しておりますけれども、日本の教授法に関して書かれた英語の本としては最も重要なものの一つであります。ジョセフ・トービンのプリスクールに関する本、またプライマリー・ミドルスクールに関するピーター・ケイブの本とともに、彼女の本は国際的な学者の間では日本教育を研究する者にとってはとても重要な位置づけにあります。日本の教授法について深く理解するというところがとても重要でありまして、2000年代初頭から先生の研究というのは日本型のコンセプトといったものをどのようにすれば実践できるのか、アメリカにおける教え方の質、成果を上げるためにはそれをどう活用できるのかというところに焦点を当てておられます。彼女の経験、見方というものが我々にとって大きな示唆を持っていることは間違いないと思います。日本型教育のモデルについて深く考えてみたいと思っています。ではキャサリン・ルイス教授をお迎えします。ありがとうございます。非常に寛大なご紹介ありがとうございました。過分なるご紹介を賜りました。日本型問題解決と授業研究を用いたアメリカ都市部の学校における算数の学習支援ということでお話をしていきます。でこういった学校の生徒たち、貧困家庭の方々が多いわけですが、そういった環境における越境する学びの力ということでお話をしていきます。3つの団体を示しています。今回の6年間の研究をサポートしてくださいました全米科学財団、教育科学研究所、それからブランナ・メリンダ・ゲイツ財団3社に感謝申し上げます。まずは全体像からお話申し上げますが、非常に残念な背景ということになります。この15年以上にわたりまして、残念ながら全く国際試験、例えばピサの数学についてはアメリカの生徒たちの成績が改善されておらず、どっちかというと下がっているという状況です。若干ながら、さらにまた最上位グループと最下位グループの生徒の差が縮まっておりません。この15年間縮まりを見せておりません。さらにご覧いただけますように、白人とそれから黒人の生徒の場合でありますが、このように常にギャップがあります。2005年からこのギャップが埋まっておりません。これはアメリカの全米学力調査で4年生を対象にした結果です。そしてヒスパニック系あるいは低所得層の生徒たちに関して見ましても、同じように継続してギャップが縮まっておらず、あまり変わっていない、10年以上にわたって格差が縮まっていないという状況です。これは日本の生徒、これはオレンジで、ブルーアメリカの生徒の比較です。ピサの15歳を対象にした数学の成績です。日本の方が明らかに優れている、 OECD 平均を上回っていて、アメリカの生徒の場合は OECD 平均の下であります。さらにこの両者の成績差がやはりだいたい15年間縮まっていない、ほとんど縮まっていないという状況です。
で、皆さんにちょっと考えていただきたいし、チャットによろしければ投稿してほしいんです。どのような日本の教育実践が米国における算数や数学の学習において生徒間の格差の低減につながっていくのか、例えば人種や所得によって格差があるんですが、皆さんは日本のどういった教育実践がアメリカで役に立つでしょうか。で、こういったところをできればチャットに書いていただければどうでしょうか。で、少し研究の背景についてお話をします。で、ゲイツ財団からファンディングを得て、その学校全体で3、4校で授業研究を実行してもらうと、シカゴ、オークランド、サンフランシスコの3地域でそれぞれ3、4校全校で参加してもらうということになりました。授業研究というのはアメリカで全般に見られますが、学校全体で取り組んでいるというのは実は珍しいのです。で、学校全体で取り組みたいという学校ですが、小学校、中学校、どっちも入っています。こういった学校の校長先生は、学校全体で授業研究を導入しようということに関心がおありでした。で、こういった学校の中には、すでに一つあるいは複数の授業研究グループがあるというところも入っていました。また参加した学校のすべてが白人以外あるいは英語学習者の生徒が多いところでありまして、歴史的に見てあまりアメリカで良い教育を受けてこなかった人たちが多い地域の出身者でした。で、今回の研究活動の共同計画者がおります。まず各学校の先生の方々、それからミルズカレッジの授業研究グループの私の仲間、さらに高橋明彦先生。高橋先生はデポール大学の教授でいらっしゃって、また以前学芸附属小学校の教諭でいらっしゃいました。それから渡辺タッド先生、ケネソー州立大学で教鞭をとっており、算数数学教育の専門家です。で、我々は学校に研究主題を作ってもらうように要請しました。生徒の理想像と実態像を比較してもらうということです。どういった特質を生徒に与えたいのか考えてみてくださいということで、5年先、10年先を考えて、今の実態はどうなのか、そして理想としてはどういうことを目指すのかということを考えてほしいということでした。学校は、どの科目を選ぶか選択肢を与えられましたけれども、多くは算数を選びました。そして我々のアプローチとしては、経験豊かな教育者に紹介すると、例えば高橋先生、渡辺先生が、まあ、算数数学をサポートする、その他は例えば社会科学、言語芸術等を担当してもらうという形にしました。数年かかりまして見てみますと、多くの先生たちが授業研究に参加しました。そして問題解決型学習はいろいろな形で取り込まれました。例えば学校単位で取り入れたところもあれば、学年単位で取り入れたところもあれば、全く取り入れなかったところもありました。その結果を評価するにあたっては、標準化されたテストを使いました。シカゴでは、NWEA マップテストを用いました。これは1時間の試験で、年2、3回行われます。
これは適応型の試験ということで、一つのアイテムをの正しく回答できれば、もっと難しく、難しいものを次に出す。間違えればもっと優しいものを出すという形です。そして3年生から5年生までの場合には、アイテムバンク一つにして多項選択式にして、特定の算数の手順の習得を目指すということです。例えば、アイテムを3年生として正解すれば、4年生の質問、あるいは5年生の質問に移ると。したがって、日本の観点から言いますと、もしかすると、これは奇妙な標準化試験ではないかと思われるかもわかりません。より上の学年のアイテムを聞くわけですから。でも、これはシカゴで行われているやり方です。カリフォルニアの学校は違う標準化試験で SBAC を用いました。時間としては3時間半ぐらいかかり、これは特定の学年用であり、他校選択式と記述式項目を混ぜています。で、ここでの焦点は概念と手順、問題解決、推論、モデリング、そしてデータ解析というものでした。ですから、もっと幅が広く時間もかかるもので、生徒が考えなければいけないと。より幅広いものをテストするものです。で、この標準化試験というのは、あまりにも違うので、シカゴとカリフォルニアの2つの学区を比較するのは難しかったので、カリフォルニアの方に焦点を当てて、ここでは話をしたいと思います。シカゴの場合には、シカゴの学校と、そして学区、あるいは地域全体のスコアの差はありませんでした。もちろん、その問題解決学習も導入されて実践されていましたけれども、しかしカリフォルニアの場合には、参加学校で算数に焦点を当てたところと、地域全体のスコアには違いがありました。そこで、最も強い形で実践を進めた学校に焦点を当ててお話ししたいと思います。ジョン・ミュア・エレメンタリー・スクールという小学校でありましたが、ここでお見せしているのは、この棒グラフで、SBAC の算数の試験のスコア、これは左側が学校全体、そしてその隣がアフリカ系アメリカ人の生徒、そしてヒスパニック、系の生徒、そして英語学習者の結果、第二言語が英語という生徒、そして右端が社会経済学的な地位が低い生徒ということで、それぞれの棒グラフで言いますと、左側が、学校全体での授業研究開始前、問題解決型導入前、そして右端がそれを実践した後に、その1年後で見た結果です。で、それぞれのグループでこのような改善が見られたと、劇的です。で、黒の線ですけれども、これはサンフランシスコの統一学区の結果です。で、ジョン・ミュア・エレメンタリーと小学校、は低所得の家庭の生徒が大変でありまして、英語学習者、英語を母語としない生徒も多い、ホームレスの生徒も多い。しかし、にもかかわらず、この学区全体よりも成果が出ているということであります。すなわち、学区全体で言いますと、やはり英語を母語とする生徒が多い、高所得の家庭であると。
ですから、ジョン・ミュアというのは、まあ、その意味では非常に外れ値かもわかりません。何ができてこうなったのか、何をしてこうなったのか、日本式の考え方を導入して何が良かったのか。そこでちょっとビデオをお見せしたいと思います。その授業のやり方というものを見ていただけます。で、ここで与えられた課題というのはこういうものでした。27人の子どもたちがいまして、ローラーコースターにみんなで乗ると。それぞれのローラーコースターには6人しか乗れないと、何台ローラーコースターをつなげる必要があるだろうかという話です。で、先生は、日本の授業研究で似たようなものを目にして、自分でもやってみようと考えたということでした。アメリカの生徒たちは、例えば、その、余りが出る割り算というのはあまり慣れてないということだったからです。そこで、ちょっとビデオに切り替えます。チェンさん、ありがとう。そして、ジェイタ。掛け算を割り算の問題にも使えるということを勉強しました。カモラも助けてくれました。ジョバン、今日はいろいろなアイデアが生まれてくるということで、手を挙げる回数が増えているということです。昨日もそれを経験しましたね。じゃあ今日はこれを勉強しましょう。27人の子どもがいます。問題は、このローラーコースターにみんな乗せたいんですけれども、1台には6人しか乗れないので、何台いるか考えてみるために、どういう文章にすればその問題を考えることになるのかということを考えて、文章を作ってみてください。隣の人と話をしてもいいですよ。まず、その考えた文章を見せてください。そして二つ目としては、その数字はその話の中ではどういう意味を持ちますかということを話し合ってみてください。27というのは子供の数だよね。そして6というのは、何だったっけ？ちょっとわかんなくなっちゃったかな。文章。できた人。27を6で割ればいいんじゃない？うなずいてる子もいますね。違うという人。ちょっと2、3分考えて、どういう式ができるか考えてみてください。3人余ってしまう。エリックとモハメッドの考え同じでしたね。ジェイソンも同じ考え方のようですね。ということは4台プラス余りが3人ということですね。ですから27÷6というのは4で3が余ると。それでいいですか？じゃあ何台車がいりますか？
じゃあテーブル全体で話をしてみてください。何台必要ですか？5台、5台必要です。で、4台は満席になります。そして5台目は半分埋まります。違う考えのテーブル、3人乗れなくなってしまうのは困ります。乗れなくなってもいいという人手を挙げてみてください。ボランティアいますか？乗れなくても平気っていう人。やだ、乗りたいんですね。どうしたらいいですか？何台必要ですか？乗れなくなる人がいないようにするにはということでした。ちょっと皆さん今見ていただいたものに関して何を感じたか感想をチャットで書き込んでいただいても、あるいは質問でも構いません。算数の学習で何が変わったでしょうか？問題解決学習をすることによって何が変わったのか。まず、一つの問題に集中することができている。典型的なアメリカの算数の授業では、生徒に解決方法を提起した上でいくつかの問題を与えるということが行われてきたんですけれども、ここでは全く違ったアプローチになっています。新しい算数のやり方を生徒たちが自分で作り上げる作業になっているわけです。先生が一方的に与えるのではなくて、生徒たちが作り上げている。そして生徒たちの考え方を目に見える形にしている。ノートを使ったりボードを使ったりすることによって、そして話し聞くというルーチンを取ることによって、生徒たちがより高い認知負荷を得ることができている。例えばこれは新しい算数の考え方を生徒たちの考えから生み出しているところです。生徒たちは、どうすれば、例えば分数を、分母の違う分数を足し算することができるかを考えています。そしてここでは、ボードを使っています。先生は注意深く生徒が言っていることを書き出しています。ですから、生徒の考え方を先生が注意深くこのように書き出しているということで、それによってクラス全体を読むことができるということです。こっちは生徒たちの考え方がノートにしっかり記述されていることがわかります。目に見えます。低学年の子どもたち、2年生の子どもたちのノートです。右側2年生ですので、まだこの生徒は一番書きやすい言語、つまりスペイン語で書いてもいいということにしています。これはもう少し学年が上がったところで、生徒たちがもっと一生懸命考えている認知負荷に耐えている、どのようにしてその分数、2つの分数を比較するか、先生に比較の方法を習うんじゃなくて比較方法を自分たちで考えています。では授業研究の特徴はどういったところにあるでしょうか？ほとんどは皆さんおなじみの特徴だと思います。日本の皆さんだったらよくご存知でしょう。それぞれの学年の先生のチームで、
この授業研究のチームを組んでいるんですが、それぞれのグループをティーチャーリーダーがサポートしています。ここをアステリスクマークをつけていますが、このティーチャーリーダー、ティーチャーフェローというのは日本にはないやり方かもしれません。ティーチャーリーダーというのは、その学区のプログラムの一つでありまして、このティーチャーリーダーというのは、少しお金をもらいまして、毎月その専門的な指導を受け、それぞれの学校の授業研究のリーダー役を務めます。有給の仕事です。よって、この授業研究で先生がリーダーシップを取れるようになる。そして、どのような課題があるのか、授業研究をそれぞれの学校でより良くするためにはどういうやり方があるのかという検討をするときに、このように学区の方でも支援するんです。例えば授業後の検討会で司会進行役を務めたりします。ティーチャーリーダーです。でもう一つ日本とちょっと違うのがあります。新しいツールというところです。でまず先生たちは授業前検討会というのがあります。日本では授業後の検討会というのはよくあると思うんですが、私たちの場合には授業前の検討会というのを先生たちが行うことにしています。授業後もやります。というのも、その授業を参観するという習慣がまだなかったりする。また参観するときも、その傾向としては、こっちがいい、こっちをいうふうにやるべきだったと。ということで、先生の指導方法はよく参観してるんですが、生徒たちがの方をよく見ていない。ということなんです。ということで、授業前の検討会をすることによって、参加する先生たちが参加の目的を共有し合うということが可能になります。さらにまた、その授業研究のチームたちが、その授業の前に内容を学びます。で、アメリカにおいてのこの内容分析、内容研究、日本では教材研究と呼ばれていると思うんですが、これは、あまりアメリカではなされていませんでした。よって参観した先生たちはその内容について授業前の検討会に参加することによって、一体その授業研究で何を学ぶのか、また何を学んだかということを復習します。それから週1回のティーチャーショーケースというのがあります。先生たちは、例えば授業研究をやって1年経った段階で、まあ、いわば、その授業研究というのを毎日その学校でやるということよりも、特別な催しというふうに思いがちになってしまう場合があります。よって授業研究というのを本当にその学校の毎日の授業の中に組み込んでいくために週1回先生たちは集まるんです。で、授業でデータをそれぞれ集めて、そして単にその1回限りの1年1回の授業研究で、それで研究をするっていうのではなくって、週1回それぞれ先生がアイデアだとかデータを持ち寄って毎日の授業にきちんと結びつけていくということをやっています。それからもう一つは実践理論です。日本でもよくあると思います。それからもう一つは研究主題というのを設けます。毎年先生たちはこれらを再検討します。さらに内容分析、教材研究というのもやります。で、外部のリソースとして外部から専門家に来てもらって、さらに自分たちの知識を豊かにするということをやります。それからスティアリングコミュニティ運営委員会というのを設けています。さらに学校間あるいは学区間の学習も行います。こういったのは公開の研究授業という形でなされ、お互いに学び合います。学校を越えて、学校を越えて、これは私が先ほど示した新しい道具の一つ、1週間1回の探究であります。
で、授業研究のに参加している先生たちは、例えばみんなで一緒に本を読みます。そして、楽しくゲームのようにストーリーを持たせて、そして、授業をやりましょうというようなアイデアを持って、そしてパワーポイントを持ち寄って、その1週間1回のショーケースで、何がうまくいったのか、どこが難しかったかということをお互いに紹介し合います。これは研究主題の一例です。その1年間の主題です。で、生徒はエビデンス、証拠を用いて成立する議論を構築し、自信を持った自立した学習者になるということがこの年の研究主題です。で、その時に主に使う戦略としては、一つには講師の質問をする。そしてもう一つは生徒の考えていることを可視化する、目に見える形にして表うということです。で、この研究主題でありますが、自分たちの生徒たちは消極的で、先生に教えてもらうのを待っている。自分たち自身が問題解決しようとしない姿勢が多いということを見て、今挙げたような研究主題をその年は選ばれました。で、この特性要因図、フィッシュボーンダイアグラムですが、これはどのように自立した、また自信を持った学習者に生徒になってもらうのか、その実践を示しています。私たちのチーム、ミルズカレッジのチームがちょっと作りました。で、先生たちに集まってもらって、いろんなことを、アイデアを出してもらって、それをこういった形にまとめました。これは先生たち自身が作ったのではなくて、このフィッシュボーンチャートは私たちが作ったものです。けれども、これを作って先生に見てもらったところ、興味を持ってもらいました。で、まあ、これについて皆さんの方から助言があれば、また伺いたいと思います。フィッシュボーンチャートです。それからもう一つは、内容分析。教材研究で、これアメリカの授業研究では看過されている、あまりなされないことが多かったんです。で、このビデオの一面でして、この教材研究をルーチンにやっている先生たちの様子です。ここで先生たちが話し合っているのは、単位分数だとか、単位とは何なのかということを話し合っています。なぜ分数を教えるにあたって1メートルという尺度を使うのか、アメリカのカリキュラムだとか、日本のカリキュラムだとか、アメリカの文献を調べて、一体この単位というのは、また単位分数というのは何であって、なぜそれを例えば1メートルのような尺度をベースに指導するのが良いのかという話し合いをしています。これは運営委員会でありまして、校長先生と各学年の代表の先生たちで構成されています。で、この話し合いで、学校全体にどのように知識を発信していくのか、5年生の先生は、例えば先生のノート、生徒のノート、を書かせることによって大変成功していると。で、それらを他の学年にも普及させよう、あるいは紹介しようということです。一つのやり方は、学校のニュースレターを活用するという方法で、ここでは、いろんな学年で、生徒たちがディスカッションができるように促す方法について書いています。異なる学年で生徒たちが自分たち考えられるようにするには何をしているかということを書いています。もう一つ、授業研究で重要なのは外部のリソースを使う。知識を持っている外部の人に助言をもらうということで、で、高橋先生が最終的なアドバイスをしています。その写真です。
で、興味深かったのは、外部からのプロジェクトの助成金が終わった後にも、学校自身がお金を捻出して、そして高橋先生を引き続き招聘し続けることができたということでした。ここでは、学校間の学習の様子です。他の学校の先生たちを招く、あるいは学区を超えて、その公開の授業研究の様子を見てもらうということをやっている写真です。最近、先生たちにインタビューを私は行いました。まあ、ティーチャーリーダーも含めてなんですけれども、で、学区の中で参加した先生たち、授業研究、問題解決学習に携わった先生たちに聞いてみました。2015年にすでに分かっていたならよかったなと思う、今気づくことは何ですかということを聞いてみました。サラリーバート、失礼しました。カレン・コーテーズ、3年生の先生は言いました。もっと謙虚であったならばよかったなと、自分のことを思うと、すなわち自分の技というものをもっと磨いていくための時間が取れていたらよかったなと、知らないことに対してもっと謙虚でありたかったなというふうに言ってくれました。サラリーバートは、校長にもなった人ですけれども、我々に必要な専門職としての学習は、生徒たちに耳を傾けることで学ぶことができると思う。この5年間で学んだことの方が、その前10年間学んだことよりも大きかった。生徒たちに耳を傾けることで多く学ぶことができたと言っています。そして幼稚園の先生は言いました。やはり先生、教員が内容の知識を学ぶということに対して高い期待を持つんだけれども、以前は幼稚園の先生であったので、それほどまで内容の知識を知る必要はなかったというふうに思っていたということでした。そして学区のスーパーバイザーの人は、授業研究の構造だけでは十分ではないと言いました。必要なことは、サービスを十分に受けられていない生徒に適切にサービスを提供できるようにすることだと言っていました。これがとても重要なことだと私個人としては思います。やはり授業研究というのは単に魔法的なプロセスであって、それで全てが解決できるというわけではなく、それがいかになぜ役に立つのかということを理解することが必要だからです。生徒、我々が十分なサービスを提供したい生徒に役立っているということが重要です。そこで問題を提起したいと思います。皆さんの助けで解決していきたいと思っている問題です。私自身が事業研究、そして問題解決学習にアメリカで取り組み始めた頃、多くの人から言われました。事業研究はアメリカではうまくいくはずがない。文化的な要素がある。これは日本型のものであって、アメリカではうまくいかないと言いました。アメリカ人はその内容、教材について日本の先生たちほど深く研究はできないと。しかしアメリカではミュア小学校のように問題解決学習、そして学校全体の授業研究で成功しているところが出てきています。では、このやり方というものを学校内で、そして学校間で広げていくための最良の方法は何なのか、どのようなネットワーク作りを考えればいいのか。ぜひチャットで皆さんの考えを聞かせていただければと思います。
私の抱えているこの問題を解決する助けを皆さんに求めたいと思います。まとめていきますと、日本の教育者というのは世界中の教育者の学びにとってとても重要な役割を果たしていると思います。日本式の教育というのは世界の抱える主たる問題を解決したと思います。すなわち、どうすれば学力を高くすることができると同時に生徒の主体性、人格形成を行うことができるのかというこの問題です。皆さんの持つ知識が世界中の教育者にどのように恩恵をもたらすことができるか、ぜひ考えてみてください。で、これはスライドに書いておりませんが、他の重要な問題に日本式教育は対応できてきたのではないかと思っています。世界中でまだ解決しきれていない問題に対して日本は解決策を生み出した。その一つは教員の学び、これを授業研究を通じて実践してこられた。教員自身の学び、これを継続していくというやり方です。一回かっきりではなく、すなわち教員自身が主体性を持って学び続けるということ、これは教員自身が価値あるものであるというふうに、そこに価値を見出しているから続けることができているというふうに思います。で、もう一つ、日本式の教育が解決した問題があるとすれば、強力な社会的な組織、関係性というものを生み出したということです。例えば、特活のようなものを通じて、強力な人間関係を生み出したと。そして世界中の子どもたちにとりまして、学校はあまり快適な場ではありません。学校に行きたいと思わない、あるいは生徒と友達になって他の子がうまくいかないときに助けてあげたいと思うような場所ではないと。それはやはり日本式教育が解決してきた大きな問題の一つなんではないかというふうに思っています。最後にちょっと宣伝させてください。日本の教育者は世界中の教育者の学びに重要な役割を果たしているということなんですけれども、ぜひこの世界授業研究学会の研究にも目を向けていただければと思います。多くの教員、そしてまた研究者の発表などが最近の年次総会でありまして、それはウェブサイトでもご覧いただくことができます。30カ国以上から教育者が参加している学会なんです。で、これが来年のマカオ香港での会合予定です。以上で私のお話を終わらせていただきます。ビデオ、その他の資料に関しましては、このウェブサイトでご覧いただくことができます。皆さんのコメントを楽しみにしております。そしてディスカッションも楽しみにしております。次なるアメリカにおけるステップについて、皆さんのご意見もいただければと思います。ありがとうございました。